もちろん、もうバリバリの脱原発派、もう筋金入り、50年前からやってるんでしたっけ？ でも、それだけじゃなくて、やっぱり、本当経営者としても、もうすぐ新潟県を任せて大丈夫っていうか、で、私も2012年にドイツに、脱原発視察に行ってきたんですけど、ご存知のように、3.11、福島原発事故を見て、ドイツの人々は、もう原発と人類は共存できないということで、国の一番大切な方針を決める倫理委員会っていうところで、脱原発を決定し、まあ、紆余曲折ありましたが、やっぱ原発をやめようと、再生可能エネルギー中心の社会にしようということで、進んできて、私も視察に行って、いろんなところお邪魔させていただきましたけれども、逆にそういうふうに方針転換することによって、新しい産業が生まれ、新しい雇用が生まれ、原発をやめたことによって、380万人だったかな、その時すでに、新しい雇用が生まれた、ということで、もうむしろその古いですよね、原発って。もうそんな古いエネル、あの技術に頼ってるっていうこと自体が、結局その新しい産業を育てる、新しい経済の活性化、そういうことを阻害してるんじゃないかなと思いましたし、おそらく片桐さんが新潟県知事になっていただければ、もちろん原発再稼働はしない、原発のない新潟、そして新しい産業を育てていく、その経営者としての実績、手腕、ものすごいですからね。これ、会社のそのね、今、全国で70支社あって、無借金経営と。で、その、まあ、経理といいますか、その数字のところは全部、片桐直美さんが、見てるっていうの、とても有名な話なんで。いいですか、いいですか。もっとね、早いうちから、50歳ぐらいの時から、あんまりこう、ウーマンリブみたいになるのが、自分もそういうふうに言われるのが嫌だったわけですよ。なんか、可愛い女、可愛かったんですよ。可愛い女。いや、本当に。あれはない。男みたいな女だって言われたくないんですよ、女はやっぱり。可愛い女だなんて言われたい。だからね、そこそこ、物分かりいいふりしてた。そういう女性がね、良くない。これはね、人破りみたいなもん。ね。頑張ってる女の人に対して、人破りで可愛い女がいるっていうのは良くないんです。だから、この辺で私たちがもういい年なんだから、女をもっと一歩前出て、言いたいことを言う、やりたいことをやれ、その手本になるっていうようなことをしないと、いつまで経ってもね、次世代も次世代もずっとですよ、女は損だみたいな話になるんですよ。